かが来てる、襲われるっていうイメージを持ってるんで、ついてるんで、ご飯を探す旅に出てる。これはすげえ。じゃあきなこちゃんがあずきちゃん、きなこくんですか。はい、なんかくん、どっちもくんですね。はい、あずきくんのことをどう思ってるかですね。はい、まあいつも一緒にいてるっていうことですよね。はいはい、いきます。きなこくんが結構あずきちゃんが何かしても、あの結構許してくれるんだよねって。はい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 、その僕のことをその面白いと思って見てるんじゃないかって言ってますよね。面白い。なのでそんなに相手にしないというか、はい、ここは相手にしてほしいのに、あんまりなんか相手にされてないって。うんうんうん、そうそうそう、本当にそうですね。だからどっちかって言ったら、その人間家族の方に遊んでもらいに行く。まあでもそれで全然あの何の問題もないって言ってますね。居心地はいい。はい、全然それそういう関係、でそれぞれそんなに仲が悪いっていうわけでもなく、はい、ちゃんとそこは割り切ってというか、割り切ってくれてる感じがしますよね。へー、あずきちゃんが大人だっていう答えかなと。ああ、ありがとうございます。はい、子供ね、大人そうそう、いう関係性かな。このチャンネルでは動物とお話ししたい人に向けて配信しております。ぜひチャンネル登録と概要欄の LINE の無料講座の登録をよろしくお願いします。はい、じゃあいいですか。まずかこういったんで、はい、はい、こうね、はい、はい、弟みたいな感じですよね。しょうがないなっていう。ゆっくりしたい、ゆっくりしたいですね。あ、そうなんだ。やっぱ、まあちょっとほっといてもいいタイプかな。そうね。ゆっくりしたいっていうタイプと、楽しんでたいっていうタイプですね。ご飯に関することを言ってたんで、まあ食いしん坊なのかなって。食いしん坊ですよ。ご飯のことしか考えない。じゃないとご飯のことは出てこないんで、いてなかったらもっと食べれるっていう感じでしょうね。めちゃめちゃこう、きなこがこう、ピキッとか、ちょっとした音で、はぁー言うと、もうあの夜中中こう、大騒ぎになっちゃうんですよ。これって何かあるんですか、ね、そうですね、そこをちょっと聞いた方がいいですね。はい、どうすべきなのか。何をしてあげたらいいのか。一緒に寝ててっていうことですか。うるさいからゆっくりしたんじゃない、まあ、別々なんですけど。あ、こっちは大丈夫です。こういうところで寝て、皆さんは皆さんっていう。で、それぞれに部屋に。で、もう夜中中こう起こしに行くんですよ。雨の音。あの風とか、こうなんかキシモとかピシとか、ちょっとじゃあ聞いて、はい、まあ、どうしてもこうしてもないっていうことですね。何が起こってるかもわからない音が聞こえたときに、いやそれは怖いでしょっていうことですよね。あ、もうただただ怖い。そうですね、だから結構パニックに なってるんですけど、はい、本人的には そこまでそれが問題っていうことは思ってないですね。あ、それが普通なんですね。そうです、それがこの子の普通なんで、何かが音が鳴ったらもう怖いから、うん、もうちょっといてられないですよね。じっとしてられないんで、はい、要は誰かが来てっていうイメージを持ってるんで、何かが来てるって、襲われるっていうイメージを持ってるんで、それから逃げるっていうようなイメージですね。もうそういう感
じゃあまあ、だから改善とかじゃないですもんね。どうしてほしいかっていうことですよね。寝てるのはこっちの方で寝てるんですか？あ、そうです。もうこのままね。2階で、そ2匹で。あっちの方っていうのはもう部屋はないです。ないんですか？あ、ないけど、なんかいることがあるんですよね、そこでね。そっちのとこの方が静かなんですかね。あ、なんかそっちの方がいいっていうのは言ってますよね。あ、そこにいるんですよ。そこのね、そこのほら、洗濯機の。うん、前に。なんもないところに。そっちが何でいてるかっていうと、静かだから、音が少ないから行くんですよね。うわ、すごい。音があるところで敏感になってしまって、うん、それをどうにかするんじゃなくて、静かなところにでがいいっていう、一番この中でそうならないところにその寝るところがあればそうなりにくいですけど、そこでもなったらなったらもう私もそうですね、なんかいるのかなと思ったのか、そこだけにマーキングする、そっちが部屋だ と, うん、だと思ってる。ってるんですね。というか、うん、願望っていうんですか、そっちの方がいいけど、あっちっていうイメージですよね。これはすげえ。自分のうんち食べちゃうんですけど、あ、これってなんかある、なんか、いいで、ちょっと、その解決するんであれば、したいです。させてあげたいところではありますね。はい、ご飯が十分じゃない。この子供の分もやっぱり、倍食べれる。あ、食えるぞ。食えるぞ。なので、その、取られてる感覚なのかな。平等に与えてますからね。平等のサイズを量を上げてるんですけど。そうですね。この子にしてみれば、ここにあるご飯がこの子が減らしてる感覚に なりますよね。ただそのね、それをしちゃうと太ってくるっていうのもあるし、うん、いつも要はお腹空いてるんでご飯を探す旅に出てるから、この子はそうです、遊んでほしい、遊んでほしい、俺とそっくりだなそこをどうしてもらうかですよね。そうですね、あんまり太らないそのライトな餌をちょっと量を多めにあげてもらうと、たまる。はい、いいんじゃないですか。なので、うんちだろうが何だろうが、要はもう食べれるものなのか、食べれないものも下手したらちょっと口に入れてしまう可能性があるので、要はご飯が満足に食べれてないっていうその気持ちが出ちゃってるっていう。だから、何かもストレスとか問題とかがあって食べてるわけじゃない。そうなんですね。好き好んで食べてるわけではないですね。そ, ううすそれだけ知れるというか。病気なわけではない、ないですよね。純粋な餌の量。食いしん坊から出る、そうですね。一緒にこう置かない方がいいのかなっていう。別で、この子はあっちでご飯をゆっくり食べて。あ、そうなんですね。はい。ちょっとありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。